全国のポケモントレーナーの諸君、元気にしておるかの。わしの名前は、秋田じゃ。今回は、最新作ポケットモンスター、スカーレット・バイオレットで、卵孵化源泉に必要なメタモンや道具、そして卵孵化源泉のやり方を皆さんにご紹介していこうというふうに思うぞ。この動画をしっかりと最後まで確認して、みんなも卵孵化源泉に挑戦してほしいんじゃの。早速メタモンのゲットのやり方から教えていくぞ。ピッピカチュー。ということで早速高個体値のメタモンのゲット方法なんじゃが、1日1回できる星6のレイド、ここにメタモンが登場する場合があります。こちらの星6のレイドで手に入れるメタモンは 5V 以上が確定するので、まあ自力で探すか、ポケポータルのテラレイドバトルで探すか、 SNS などでね、星6メタモンレイド募集してる方に、参加させてもらうといいんじゃないでしょうか。で、星6のレイドメタモンはホスト、このレイドを張ってる人のポケモンに夢特性で変身します。なのでホストの方は弱いポケモンを連れていくとベストじゃな。ということで早速星6メタモンをぶちのめしていこうというふうに思うんじゃが、今回ホストの方にはレベルの低いややコマを連れてきていただきました。それ以外は、ミライドンとコライドンで、やっていくわけなんじゃが、おそらくメタモンは特性変わり者でホストのややこまをコピーしてきます。なので非常にクソザコポケモンになってしまうわけじゃな。で、星6レイドって基本的に難しいんじゃが、この方法さえ取ってしまえば、あと適当にね技をぶち込むだけで、ややこまねコピーしてるんで、もうザコなんでこうやって一撃でねコッパみじんになってしまうんじゃの。で、もう倒し終わったんで、あとはゲットするだけです。基本的にホストをやる方はこの方法絶対覚えておいてください。できるだけ弱いポケモンがいいです。はい。で、あとはモンスターボールをぶち投げてあげれば 5V メタモンがゲットできるわけなんじゃの。ただ星6レイドって1日1回しかできないし、自分で出すのも大変なんで、基本的にはまあツイッターとかでね、レイド募集してるメタモン貼ってくれてる方にまあ入ったりとかね、そういう方法で頑張るしかないのかな。手に入れたもの、銀の王冠とかもね手に入るんで、非常にねレイドバトルは美味しいんじゃの。早速個体値確認していこうかな。ということで今回ゲットできたメタモンは HP 抜けの 5V でした。まあちょっとね、本当は A 抜けか C 抜けの 5V メタモンが一番なんじゃが、まあ今回はね HP 抜けだったんで、まあでも全然使っていけますから、このメタモンを使って厳選のやり方皆さんに教えていくぞ。ということで続きまして、孵化源泉に必要な道具の解説をしていこうというふうに思うぞ。こちらデリバードポーチというね雑貨屋さんに来るんですが、テーブルシティであればこのテーブルシティの西に空を飛ぶしてもらって、黄色い方向にね行ってもらうとね、ここにあります、デリバードポーチね。で、こちらで買う道具なんですが、まずは赤い糸です。赤い糸は孵化源泉した際に努力値を引き継ぐステータスを5個に引き上げてくれます。なんで 5V メタモンと、あと孵化させたいポケモンね、増やしたいポケモン、その合計12個の個体値の中から5種類遺伝してくれるので、孵化源泉にはもう必要不可欠な道具となっております。なのでまずはこちらを2万円で購入して、続いて雑貨売り場、こちらにね変わらずの石というアイテムがあります。この変わらずの石を持たせたら性格が固定されるので、例えばじゃあ臆病のサーナイトが欲しいですっていう場合は、臆病の性格のサーナイトに変わらずの石を持たせて、メタモンには赤い糸を持たせることによって性格が臆病と遺伝されて、個体値もね5種類遺伝されるので、そうやってどんどん高い個体値を厳選していって、最終的に理想の 5V を作りましょうと
いうことですね。なので変わらずの石も3000円で購入してください。これが終わったらようやく厳選スタートとなります。ということで早速厳選をやっていこうと思うんですが、こちらロトム性格控えめで HP 防御特防素早さが最高の 4V ご用意いたしました。でメタモンなんですが、先ほど手に入れた HP 抜けの 5V でございます。これ見てもらうと分かるんですが、ロトムは HP が最高で特攻がまあまあです。で今回特攻を最高にして攻撃が抜けてる 5V を作りたいので、このメタモンであればロトムの HP 最高を引き継いで、あとは特攻メタモンの特攻を引き継いでもらって、特防防御素早さそれぞれどちらか引き継いでもらえれば理想のね 5V ができるということになりますね。なのでロトムには控えめで変わらずの石です。これ変わらずの石はね、先ほど説明した通り控えめの性格がそのまま遺伝されます。でメタモンに赤い糸を持たせることで個体値が5種類遺伝されるということでね、早速このロトムとメタモンで厳選をやっていくんですが、このねチャンプルタウンっていうね場所があるんですけど、ここのこのねジムチャレンジで使ったこのお店、ここに入って食事をします。ちょっとおすすめな自家製梅干しっていうね500円の料理があるんですけど、ここにね卵パワーレベル1って書いてあると思うんですけど、この卵パワーレベル1を発動させたいので500円で梅干し食べます。すっぺー。しかしながらこれで、卵パワーレベル1が発動すると、そうしたらあとは外に出てこのね町の外まで移動します。そうしたら、ピクニックを開いて、あとは放置です。しばらく5分ぐらい放置していただいて、そしたらこのカゴの中見ていきましょう。これ卵パワーないとおそらく卵って生まれないんですよ。わかんないけどね、生まれにくいのか全く生まれないのかわからないんじゃが、卵パワーを発動しないとまだ中には何も入ってないようだっていうのがもう無限に続くような感じがするんで、卵パワーレベル1は発動させましょう。であと放置で、しばらく放置してからカゴの中身をチェックしていきます。とりあえず5分ぐらい待ってみようかな。ということで5分ぐらい放置してみたんですが、卵は何個できてるでしょうか。はい、卵が入っていました。引き取ります。おや、まだ何か入ってるみたい。卵を引き取ります。おや、まだ何か入ってる。卵を引き取ります。もう何も入ってないようだということで、まあ、3個ぐらいかな。まあ、3個から5個ぐらいだと思っているメタモンの場合は、なんか、メタモンとポケモンを預けた場合って多分相性まあまあだと思うんですよ。だから、そこまでバカバカできる感じではない気がするな。5分で3個だとちょっとしょっぱいよね。もう5分ぐらい放置してみます。ということでまた5分経ちました。まあ合計で10分ぐらいかな。何個できてるでしょうか。はい、卵が入っていました。まだ入っています。あー2個だね。だいたい10分で5個か。しょうもないんじゃなまあこうやってね卵をね集めて、でボックスを開いて、あとは特製炎の体などを持ったポケモンをこれね手持ちに入れます。で今までの作品通りだったら炎の体で孵化するスピードが上がるはずなんですが、今作は諸説ありですちょっとわかんないんだけど、まあ一応入れときましょう。で、卵を先ほど手に入れた5個を手持ちに加えます。あとはこのチャンプルタウンの中をマリオカートのごとく疾走し続けるだけです。これでいずれ卵が生まれます。今作のね卵は結構早い段階で孵化する気がするね。で今作なんかシンクロ特性でシンクロ持ちのポケモンと同じくする手法が取れなくなってるらしいのね。だからちょっとね性格厳選は大変かも。だからワンチャンね性格は結構ね適当で、あとはなんかミント使えばいいと思うな。ミントもレイドで手に入るしお金でも買えるしね。で親と来ました。かなり早いよね。ちょっと雑談してる間にもう生まれちゃうよ。まあポケモン次第でね生まれるスピードっていうのは違うんですが、
ロトムでこのねめちゃくちゃ早いのすごいね。もうあっという間に生まれます。本当にちょっと雑談してる間にねもう生まれちゃいますね。で一匹生まれたらもうあとはねもうちょっと走るだけでどんどん次から次へと生まれていくんで、いいんじゃないでしょうか。これを繰り返していくだけです。これが卵孵化源泉の基本となります。まあ本当にさっきも言ったんだけど性格だけはねちょっと面倒なんで、まあ最悪ねミントでもいいと思うな。性格は妥協しても良さそう。レイドばっかりやってたらいずれミント絶対余るんで、性格は妥協しちゃっていいんじゃないかなって思うけどな。シンクロ使えないと一気にきつくなるからね。まあ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 。ほんと、性格に関しては、よほどこだわりがなければミントで、こだわりがある人はね、もう頑張って粘れ。わしはミントでもいいと思っている。性格に関しては。そこまで高いものではないので、さあ、そんな感じで、ラスト1個かな、これは。あっという間だったね。卵割るスピードはマジで上がった気がするな。剣立ての頃とかよりも全然早い気がする。そして生まれたロトムの個体値を確認します。4V、3V、3V、5V、3V ということで、くっそ運悪いわ。今回くっそ運悪かったですね。っていう感じで、まあでも一応 5V は生まれたんで、まあこんな感じでね、繰り返し卵割っていけばいいと思います。そんでもって、まあ、できたロトムなんですが、こちらですね。攻撃が抜けている控えめの 5V です。2体ぐらい生まれました。これね、多分作業1時間ぐらいやって、なんとかね、理想個体2体手に入ったので、まあ、ウォッシュロトムとカットロトムあたりにしようかなって思ってます。はい、これがね、孵化源泉、一連の流れです。ということで、いかがだったでしょうか。今回は、孵化源泉のやり方。ね、メタモンゲット。孵化源泉に必要な道具の手に入れ方。そして、孵化源泉のやり方。皆さんにご紹介させていただきました。参考にはなりましたでしょうか。ランクバトルが一応12月スタートって言われてるんで、まあそれまでにはね、ガチガチのポケモンたちをこうやって孵化厳選して、しっかりとランクバトルスタートと同時に戦っていけると嬉しいですね。ということでここまでご視聴いただき誠にありがとうございました。これからもね、ポケモン SV の動画どんどん上げていきますので、ぜひともチャンネル登録していただけると嬉しいです。みんなもポケモンゲットじゃぞー。ピッピカチュー。